どうも、ともよです。このチャンネルは栃木県にあるカメラ屋さん佐藤カメラだったらくアソシエートたちがそれぞれの目線でお送りしています。ともよです。今日はジンバルを使ってみます。今日使うジンバルはジユンさんから新しく出たウィービルラボを使って、カメラは GH5S に12-60mm をつけて撮っていきたいと思います。でん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 、はい、はい、もう、ね、そう自分で言う、ね、セルフスタイルが、はいはい、もうバランス調整がしてあります。前に、ちょっと使ってみたロニー S よりすごく簡単でした。っていうのも軸の3箇所を1個ずつこうロックしながら調整できるんですね。なのでロニー S の時だと1個やると1個ずれてぐるぐるぐるっていうのが1個ずつ固定してこうまっすぐこうなるように調整できたので5分ぐらいでできました。これで撮っていきたいと思います。ジンバルの電源を入れます。電源をはここのリンゴさんを長押ししてつけまして、ここのモニターに、モードが出ます。で、モードがいくつかあって、カンニング、多分一番使いそうなのが PF モード、パンフォローモード。こう首振りをした時にこうゆっくりこう追いかけてくれるので、自分の見てる景色をこう一緒に撮るときはこう行ってあげると、てくれるわけですよ。進行方向に向いてくれるんですね。で、こうやって動かないで遅れよっていう風にしたいときはここをロックかけると、おいおい、ずっとね、オート先生を撮っててくれるんですね。あ、今日のカメラマンはオート先生です。オート先生ですよ。はい、っていう感じですね。パンフォローはこう動いてくれるじゃない。で、動いちゃっていや前向けやと思ったら、このちょうど人差し指に来るところを2回押すと、こう地面と垂直になってくれます。こうなんか意味わかんなくなっちゃったら、てて、あ、違う、間違えちゃった。こうとかなっちゃった時に、2回押すと前向いてくるね。で、3回押すと緑になる。映さなくていいです。映さなくていいです。はい。で、もう1回3回押すと前向いてくれるんですね。顔テッカテカしてるからね、今ね。はい。あ、待って、これ全部こっち撮ってなかったわ。じゃあもう一回ちょっと待って、じゃあ素材だけ、待って、さっきの音先生ですよって撮れてなかったわ。こうやって曲がったら追いかけてくれて、音先生を追っかけてくれるってことですね。もう一回やります、音先生ですよの下り。今日のカメラマンはオート先生です。オート先生ですよ。はい、2回目になるとね、ちょっとあれですね、こういう感じですね。ロックかかってるとこういう風になります。で、これで、これで、こういうことだ。いきますよ。動かないエスカレーター初めて見た。
じゃあこれあのだからあれよね、これでエスカレーターを降りた時にあれよね、あのあたかも乗ってるかの映像が撮れたらもうジンバル様ってことだよね。じゃあこれで、アート先生ですよ。顔はね、ちなみに真っ暗だ、ね、あ、真っ暗なんだ、逆光だからね。あ、こうすればよかったか。あ、そのためにあるのね。こうやってたらさ、手首いっちゃいそうだったんだけどさ、これ、こうやればいいんだ、はい、あ、すごいわ。アート先生ですよ。アート先生ですよ。何回言ってんの。すごいね、これ。あ、これすごいわ。あのさ、こうやりながらさ、だからもう YouTube 撮り行くときこれでいいんじゃない？もう楽だね。今そう撮ってるけどさ、そうだわ。これをこうしてればいいよね。そうだね。楽だ。楽だ。重くない。重くない。おう、いいな。手首やられないと。あのさ、これすごいね、なんか映画みたいだよ、なんか本当にあの、すごいちゃんと結構楽に楽に、はい、あのね、綺麗、はい、あ、でもすごい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 、ここ、なんか取り合いっこしてる。そう、取り合いっこです。こんな滑らかなんです、大戸先生が世界触れ合いみたいな、世界、あの車窓の世界の車窓からみたいな。こんな取り合いしてる映像ないけど。じゃあ多分こっから見え、このジンバルを使うとってこと、ね、私とあなたが世界の車窓からじゃないですよ、ね、はい、この動画の滑らかさは伝わってると思うよ。これなんかさ、ちょっと待って、このさ、オブジェたちをさ、ちょっとおしゃれにこのちょっと撮ろうよ。で、このさ、おはようございます。この待って、ちょっと待って、あなたが映って、あなたが映って、あなたが映って俺オブジェじゃないかな、オブジェ、はい、ってことよね、こういうことよね、きっとね。これオブジェって言うの、これこれはオブジェじゃねえだろ。じゃ置いてあるものことです。あ、ちょっと待って待って待って、これでペッペッってやれば戻るってことだよね。あ、これでロックしすれば、私がもしこんな風になってもいてくれるってことだね。もしこの例えばあの東京の人並みでこうなってもロックにしておけばこういうことだ、こういうことだよね、こういうことだよね。ロックにしておけばいいんだ、そういう時は。で、私の見てる世界をそのままやりたい時はパンフォローにすればこういう風にね、言ってくれるわけだ。なるほど、そういうことですね。あ、すごいね。じゃあソファー座っててもらっていいですか。はい、あのオブジェに、オブジェ、オブジェに座っててもらっ て、はい、太田先生ですよ。さあ喜んでるの友よだけだからね。この、ジユンのジユンさんから出たウィービルラボは、佐藤カメラのネットショップサイトから購入することができるので、ぜひご検討ください。この動画面白かったら高評価、チャンネル登録お願いします。今日も見てくれてベリーセンキュー、バイバーイ。ちょっと待って、ちょっと待って、ジンバル撮影もアウトだね。
テケテンテケテン。すごくない？このさ、30分間さ、持ってたけど手首はあの若干しか死んでない。あんまり疲れない、うん、へえ。大丈夫です。